こんにちは、皆さん、みじです。このビジュでは日本語だけで話します。それじゃあ始めましょう。まず自己紹介。はじめまして、みじです。どうぞよろしくお願いします。友達によく韓国人みたいと言います。けど韓国人じゃない。フィリピン人です。それに学生じゃありません。私は教師です。来週新しい仕事を始めます。日本語の教師です。だから日本語はもっと上手になりたい。実は日本語の勉強を下手ですよね。実は日本語の勉強は10年前に始めました。JLPT N5 と N4 も合格しました。今 JLPT N3 のレベルを勉強しています。けど今まですごく下手です。だから一生懸命頑張っていく。今日は新しい月の始まります。8月1日です。火曜日です。今、午前10時5分、55分です。午前10時55分です。私はまだ日本語が上手じゃありません。だからこのビデオでたくさんのミスとエロがエクスペクトください。はい。正しい言い方を知っていたらコメントで教えてもらえないでしょうか。私の夢はいつかポリグロットになりたい。外国語の勉強が大好き。今、日本語、韓国語、中国語とスペイン語を勉強しています。今年のゴールをトライリンガルになりたい。今、英語とフィリピン語が話せます。日本語のことはまだ上手じゃなくて、でも、一生懸命、5月間くらい、今年、8月、9月、10月、11月、12月、5月くらい、日本語の勉強はもっともっと、真面目の勉強、しています。そして毎日話すのこと、このビデオのことを5分くらい話したい。はい。わあ、それはとても楽しかったけど難しい。楽しいです。とても楽しいけど本当に難しいです。でも嬉しい。皆さん、いろいろなことを話したい。でも何か話し欲しいことがあればコメントで教えてください。はい。もちろん、このビデオでスクリプトがありません。すごく下手ですね。わ、恥ずかしい。申し訳ありません。ごめんなさい。でも、これから一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。皆さんのサポートをいつもありがとうございます。それじゃあ皆さん、このビデオで終わります。次のビデオでまた会いましょう。じゃあね。わあ、すごく下手ですよね。ごめんなさい。申し訳ありませんけど。
もっともっと頑張ります。見てくれてありがとう。バイバイ。じゃあね。またね。